安倍首相、中国と韓国に対して先生のように諭す。先日放送された言論テレビの中で安倍首相が次のような発言をいたしました。ルールを守り合わなければ腕力の世界になる。ルールを無視してしまってジャングルのままでは発展していかない。安全保障においてはこの海は私のものとその国が強い軍事力を持っていれば 他国は黙るしかない。しかし、国際社会のルールで決められたことを守らせるように声を上げるのは大切だとなっておりまして。こちら、日本周辺の海で、日本の海で暴れまっている中国や韓国、北朝鮮などに対して向けられた言葉だと思われますが、日本は、 王道を行く国であり、おかしな犯罪行為をする日本、他国に対して、日本はですね、国際社会の一番優等生的なルールを行使し、対抗しようとしておりますが、残念ながら、ならずもの国家、相手では、そういった優等生のルールは、 通用いたしませんそういったならず者に対して対抗していくためには言葉による話し合いによる外交だけではなくて最終的には残念ながら力がものを言うということになりますので今そういった力を日本が簡単に得る方法としては憲法改正がございます日本が 日本の生存権を守るために国民の安全、平和を守るためにいつでも戦争ができる国になればそれだけでならず者に簡単に対抗することができるようになるでしょう。おかしなことがあれば日本はすぐに戦争を起こしてくるかもしれない。そういった国家間の常識が日本にも 適用されれば日本の外交力がさらに強化され、ならず者に絡まれることも少なくなり、国民の安全が、国民の利益が守られる、そういった国に日本がなっていくはずでありますので、安倍首相にはぜひとも早急に憲法改正を成し遂げていただくように、 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました